皆さんこんにちは、こんばんは。じっちゃんのパソコンがさ、もう年老いてしまってっていうかね、まだ5年ぐらいしか使ってないんだけどね、動画編集とかさ、もろもろ使ってるやつなんだけど、今でね、ずっと毎日使ってるパソコンが突然立ち上がらなくなってさ、で最初はね、モニターにね表示されなくなってさ、あれと思ってね、なんだかんだでやってたら表示できるようになったんだよ。で、あ、表示できるようになったと思ってね、でソフトを一つ立ち上げたんだよ。そしたら途端にねハングアップしてさ、にっちもさっちも動かなくなってしまって、もうどうすることもないんで強制終了したんだよ。強制終了したらさ、今度はさ、もうパソコン自体も立ち上がらなくなってしまってね、いやーどうしたもんかなと思ってね、もういつも使ってるパソコンだからさ、必要なのはこれに入れてたわけで、入れてたっていうかね、データ自体は外付けのねハードディスクにさ入れてるんで、データ自体はねどうってことないんだけど、いろいろ使うねあのアプリケーションをこれに入れてるわけで、でしょうがないなと思って、他のパソコンにねそのソフトをさ入れようと思ったら、入れられませんとかね表示が出たりしてさ、参ったなと思ってね、で友達にさ、そのパソコンのねメンテナンスとかいろいろやってる友達がいるんで電話をしてさ、どうしたらいいんだっていうことで聞いたら、もう多分ハード的におかしいんじゃないのとか、 SSD が壊れてるんじゃないのとかね、そんなことを言われてさ、もう愕然としてたわけだ。でもう全然ね動かないからさ、諦めて 2,3 時間ねほたってたんだよ。もうでパソコンの裏蓋を開けてさ、バックアップっていうかさ、以前もう1ヶ月半2ヶ月ぐらい前にねクローン化したやつがあったんで、それを差し込んでみたんだけど、それでも動かないんだよね。あーダメだなこれはと思ってさ、で諦めて今朝ね、何気に電源入れたらさ、電源入って立ち上がったんだよ。あれ立ち上がったと思ってね、こりゃね立ち上がるようになったから、もう下手なことをしたらいけないと思って、とりあえずねこれのクローンデスクをさ作ろうと思ってね、でその前にさ USB で起動ディスクも作ってた方がいいのかなっていうことで、友達にね起動ディスク作れって言われたんで、で USB がさあるんだけど、いくつもあるんだけど、全部データがねいろんなのが入ってるんでさ、その USB が使えないんで、またパソコン工房にね USB 買いに行ったんだよ。で使ってない1テラのね SSD があるんで、それにもう一回ねクローン化してみようと思ってね、今やってるんだけどね、うまくいくのかな、いかないのかな。でさ、パソコン工房に USB メモリをね買いに行ったんだけど、今ねパソコンの売り出ししてるんだよ。もう普通だったらね、じっちゃんすぐもうこんな状態になったら衝動買いしてしまったりとかね、あとまあ何かの時はさ、何かの時っていうか誕生日だったりとかさ、何かのそういう自分にご褒美をね与える時だったりすると即ね買っちゃうんだけど、今何も自分にねご褒美する時期でもないしさ、クリスマスプレゼントかなと思ったりもしたんだけど、まあでもとりあえずねやれることをさ全部やってね、それでもねおかしかったらさまた買おうかなと思ってるんだよ。まあね5年使ったパソコンって言ってもやっぱね愛着もあるしね、これでずっと 4K 動画の編集とかやってきたんでさ、使い慣れてるっていうのもあるし、まあパソコンなんてどれでも使い慣れるもなんもね一緒なんだろうけど、やっぱりね長く使うと愛着も湧いてくるしね、まあだからなんとかね延命治療をしてさ動いてくれるんであればね働いてもらおうかなと思ってるんだよ。で今クローンをね作成してるんだけどさ、なんか時間かかるよね。え今気がついたんだけど残り時間13時間とか出てるよ。13時間44分23分になったな。13時間23分、まあこの時間はさどん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 縮まってきたりとかするからね、実際こんなにはかかんないと思うけど、まあかかったとしてもさ、もうね今夜なんだよ。さっきね炊飯器のスイッチ入れたんで、ご飯炊けるのにさ40分とか45分かかるんでね、
スイッチ入れ忘れてたんだけどね、もう7時過ぎなんだよ。だからご飯炊けるのがさ8時頃なんでね、まあこんな画面をずっと見とくわけいかないからさ、であちこちパソコンはあるのにね、別な寝る場所っていうか寝室にしてる部屋にも2台とかね、この部屋にも2台3台あるんだけど、あとノートパソコンがあるんだけどさ、でノートパソコンをね見てたんだけど、まあちっちゃいし使い勝手悪いしさ、もうなんかねイライラしてくるんだよね。はあ、もうね年取ってくるとパソコンもねじっちゃんの頭みたいにさスカスカになってくるんだろうね、脳みそがね。まあでもあれだよ、さすがパソコンでさじっちゃんの脳みそより働いてくれるからね、費用対効果っていうのを考えたらさ、もうパソコンの1台や2台や3台やね4台や5台分をね何十台分ってねこのパソコンは稼いでくれてるんだけどね、何十台分じゃないな、何百台分ぐらいは稼いでくれてるんで、まあ買い替えようと思ったらさ買い替えられるんだけどね、やっぱりそんだけね使い込んでるパソコンなんで愛着も湧くんだよね。じっちゃんが稼ぐって言ったらさ、パソコンで稼ぐしかもうね力仕事なんてできないしさ、ほとんどがもう 99% パソコンで稼いでるようなもんだからね。だからパソコンだけはね元気でいてもらわないとねどうしようもないんだよね。いやだけどねとんでもない時間がかかりそうだね。あと13時間31分って出てるけど、まあさっきからしたらさ時間がね31分から14分にポンと変わるからさ、そこまでかからないのかな、これの何分の1かにねなると思うんだけど、多分3、4時間もあったらさできると思うんだけどね。いやー参っちゃったね。はい、ということでね、じっちゃんは今からねもう炊飯器入れてスイッチ入れて30分まで経たないか20分か25分ぐらいね経つんで、晩ご飯のさおかずをいろいろもろもろやろうかなと思います。でね、今日はさ帰りにさ買い出ししてきたんだけど、久しぶりにね焼酎を買った、ちっちゃんもう焼酎なんてね何年飲んでないのかな。ちょっともう気温もさ低くなってきたし、まあじっちゃんはアルコール自体を飲まないんでね、若い頃はもう浴びるぐらい飲んでたんだけど、あいつだったかな、30何年前だよね、30まだ若い頃、30何年前35年ぐらい前かな、ドクターにねちょっとこう病気をしちゃってさ、ドクターに酒もタバコもやめろって言われたんだよ。でドクターと話してどうしても両方やめんといかんのかいって言ったら、まあねそのドクターがまあ顔見知りっちゃ顔見知りのドクターだったんだけど言っても聞かんやろうな、まあそれやったらどっちかでええよって言われたんで、じゃあ酒やめるって言ってさ、もうその日から酒は飲んでない、お酒はね。まあ1年にね1回か2回ぐらいは友達に呼ばれたりとかさ、そのお祝いの席でさ乾杯のねビールぐらいは飲むんだよね、まあコップで半分ぐらいねついでもらって、それもだけど1年に1回か2回だよね、弱って2回かな、そんなもんだよね。あとね飲み会っていうかさ、じっちゃん異業種交流会にも参加してて、それがまたね飲み会みたいなもんなんだよ異業種交流会じゃないよね、もう飲み会、どっちかって言ったらもう飲み会なんだけど、でそこでもね飲み会の場なんだけど、じっちゃん全く飲まない、ウーロン茶とかコーラとかねそんなのしか飲んでないんだけど、今日はだからスーパーでね焼酎を見てさ、気温もね低くなってきたしさ、お湯割りでねちょっと寝酒じゃないけどさちょっと飲んでみようかなと思って買ってきた。だけどね何年前かな、5、6年前にさ1回ねそんな思ってね、ちっちゃい瓶、ゴンゴー瓶っていうのかな、一升瓶の半分なのね、焼酎をねそんな思ってやっぱり5、6年前にさ買ってきたわけで、で買ってきたはいいけど置いたままね2、3ヶ月経ってももう飲まないんでさ、あやっぱりね飲まないからと思ってさ友達にやったんだよね、それもね。だから今回はそうならないようにね開けてさ、もうちょっとでもね飲んでみようかなって思ってる。
まあね、お酒飲んだからどうだっていうこともないんだけどさ、実はこう家でいろんなことをこのパソコンで仕事したりとかいろいろやってるんでさ、夜になると若い頃は焼酎ね、ロックで飲んでたんだよ。ロックで飲んでたんだよね、焼酎ね。だから何回も継ぐのめんどくさいからジョッキで飲んでたんだよ、ロックをね。たらあのね、ジョッキでね、大きなジョッキで飲むとさ、 2,3 杯飲むと一升瓶がね半分ぐらいなくなっちゃうんだよ、焼酎がね。でだから2日で1升ぐらいなくなったりとかしてたんだけど、まあそれはそれでね、あの焼酎はさ、その頃はさ、ほとんどの蔵元知ってたからさ、通りがかりによるとどこの蔵元も持って帰れって言って、ね、5、6本くれるわけだよ。だからもう帰りはもう何軒か寄るとトランクの中は焼酎だらけになるというね、そういう生活してたんで、まあお酒代がねいるわけでもないしね、だからもうほんとお茶代わりに飲んでたんだけどね、コーヒーお茶代わり、水代わりぐらいに飲んでたよね、その頃はね。だけどまあそんなパッとやめられたっていうことはそんな好きじゃなかったのかなと思ったりもするんだけどね。まあ雰囲気は好きなんだよ、みんなでわーわー言ってね飲むっていうのは好きなんだけど、だから若い頃は飲みに行ってもさ 4,5 軒はしごして帰ってたからね。どうなんだろうね、だからその飲むのが好きっていうか、まあね、みんなでワイワイ言いながらね、その雰囲気を楽しむっていう方が主体なんだけど、まあ量もそこそこ飲んでたよね、その頃はね。まあだけどそれでピシャッとやめられるっていうこと自体がね、あまりアルコールはどうなのか、アルコール自体を飲むのがここまで好きじゃなかったんだろうね。はい、ということでね、あと13時間16分になったね。あれ、また増えていけるぞ。13時間23分になった。どういうこっちゃこりゃ。まあいいや、まあどうでもいい、夜長のね、寝てる間にでもさ終わってくれればいいんだけどね、いくらかかってもね。まあだけど今までの経験上ね、そんなにかかんない、だいたい 2,3 時間あったら終わると思うんだけどな。この推定残り時間っていうのがさ、ちょっとこう信じられないんだけどね。まあじっちゃんにはね、時間はいくらでもあるっていうかさ、まあ先はそんなないんだけどね、現在を考えると時間はいくらでもあるっていうかね、まあ他の仕事したりとかさ、他のことしながらさ待つ時間はなんぼでもあるからね。じっちゃんがせっせとさ手足を使ってねやらないといけない作業ではないだからね、パソコンが自分でね一生懸命してくれるわけだから、手伝いって言われてもさ、じっちゃんにはこんな中身なんかさわけわかんないからね。はい、ということでね、まあ、SSD 自体がね 500GB を載せてるんだけどさ、いっぱいいっぱい、まあ、あのハードディスクはいっぱいつけてるんだよ。ハードディスクはね何テラつけてたのかな、これ何テラつけてるのかな、まあ、内蔵とかね外付けとかね8テラぐらいついてるんだよね。8テラぐらいついてるんで余裕があった方がいいわけだよね。 C ドライブとメモリー、 C ドライブとメモリーだけはね余裕あった方がいいよね、パソコンはね、作業効率を考えるとさ。まあそういうことでね、まあ SSD がさもういっぱいいっぱいになってきてたんで、やばいなこのままではって思ってたんでね、 2,3 ヶ月前にさ 1 テラの SSD 買ってたんだけどね、そのままクローン化はしてたんだけど、そのままほたってたらなんでかな、そのクローンがうまくいってなかったのかな、わかんないけどね。じゃあそのあたりはね、だって今までねクローンいっぱいしたんだよ、もうだし、今このパソコンも今さ、はい、入ってる SSD もねクローン化してじっちゃん入れたやつだから、だから今までねそのクローン化で失敗したことってなかったんだけどね、だからてっきり動くもんだと思ってたら動かなかった。でね今また再度ねクローン化してるんだけどね。はい、ということでね、じっちゃんは今から晩ご飯の準備をします。以上、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。